皆さんこんにちは、ゆうてかてみのゆうてかでございます。今回も今月発売のトミカを買ってきたので紹介したいと思います。それはこちら、ハーコンホンダフィット、イエーイフー。はい、それで今回はこちらのホンダフィットトミカナンバー33番の方を紹介していきたいと思います。それでは、ビニールの方剥がしていきましょう。それではビニールの方剥がし終わったので箱の方を見ていきましょう。箱の方はこんな感じで、ホンダフィットはここに書いてありますね。今回のホンダフィットは何種類か違う顔のホンダフィットが出てて、まあこれはこのうちの一種類なわけです。で、他の方を見ていくと、こちらのホンダのマークがありますね。それでは開けていきましょう。いってたご対面タイム、イェーフフー。おー、今回のこのホンダフィットのカラーはサーフブルーっていう種類のカラーになりますね。で、こんな感じで、色はこんな感じで、サーフブルーの色自体は青に少し白を混ぜてみたいな感じな色となっております。で、こちらホンダフィットトミカの方にはないようですが、でホンダフィットは白、カラーも用意されておりまして、で、こちらのまあこの下はこちらの同じ色なんですけど、上は黒とかになったりしたりするのもあったり、まあその他にもいろいろありますね。では前の方向きましょう。前の方はこんな感じで、こちらのライトはクリアパーツとなっておりますね。それで、ライト以外にも見ていくと車の方も、本当にも出来がすごく良くて、本物のフィットを試着したのとも、全く変わんないんじゃないかなって思います。で、フロントグリルも、ものすごい迫力がありますリアリティとか、すごい再現度が高い商品となっております。で、こちらクリアパーツということもあって、だいぶ、まあ、作るための費用もかかってますでしょうし、高泉さんの本気が感じられる商品となっております。で、横の方見ていくと、黒いところと、青いところがちゃんと塗り分けられていて、ズレもないですね。こちらもすごい上等的な商品となっております。こういうへこんでるところだとか、そういうデコボコも細かく再現されていて、すごいやっぱり高泉の本気がもう今まで以上に感じられる商品となっております。で、後ろの方はこんな感じで、後ろの方にはギミックがあり、こちらの後部ドアがこんな感じで開くんですよね。で、こちらホンダマークがあって、こちらのテールランプの方は赤いと外側になっております。後ろのところはクリアパーツを使わずに塗っているという感じですね。で、この方はこちらについている線は反対側にはないものとなっております。で、上の方も、でもこちら、まあ、ここの照明は上の方にあるんですけれども、もうすごい、キラキラしてるのがわかりますね。メタリックな感じが伝わってきます。で、内装の方を見ていきましょう。内装は黒いシートで、2列ですね。黒いシートが2列あります。で、機能の方はサスペンションになっておりますね。今回はいつも通りの2車種初回特等一応ありじゃないということで、少し寂しく感じられますが、やっぱり今の情勢も考えると、高泉さんこれでも だいぶ頑張ったんじゃないかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram の方のフォローも概要欄からお待ちしております。それではまた次の時間に会いましょう。